ライデン・メイ。その名が示すように、彼女の人生には常に雷鳴が伴う。メイにとって早すぎた運命は人類と律者の境界を曖昧にしたけど、無花の花が人間性の名をもって咲き、二者の隔たりを越えた時、私たちは命の偉大さがどこにあるかを理解する。神話の道、それが起源の意味よ。起源の律者は虚数タイプの雷キャラ。戦闘中は本源訴状によって翼神に由緒両天をチャージし、過信断滅で敵を攻撃するの。通常攻撃は4連撃で身体同感を貯められるわ。4撃目の後、刀を収めた時、または回避後、身体同感がマックスになった場合、攻撃ボタンで本源訴状を放つ。その間、停滞領域が発生し、キャラや敵のスキル効果、クエストのカウントダウンが停止するの。本源訴状発動後は、攻撃ボタンで2段攻撃を放てるわ。本源訴状を放つたび、翼神に由緒両天をチャージし、30になると過信断滅を発動でき、大量の雷ダメージを与えるわ。極限回避スキル発動後、攻撃ボタンで本源訴状瞬を放つの。期間中は停滞領域が発生し、翼神に由緒両天をチャージするわ。本源訴状や本源訴状瞬を発動するたびに追加で異号中殺を放ち、敵と自身にわずかな雷ダメージを与えるの。そのダメージは極限回避や行長の鍵、または行長の境、自称の順逸の武器スキルで防げるわ。敵が時空減速、麻痺状態、もしくはキアナの分岐攻撃を受けると QTE が発動可能になり、雷ダメージを与え異号中殺を放つの。さらに由緒両天が一重増えるのよ。雷光、ここに現れなさい。空間物質をすべて断ち切る。起源の剣能の前では武芸の極限もおまけに過ぎない。投影は心のままに。必殺技発動後は斬撃状態になり、その間画面をドラッグ、攻撃または方向ボタンで斬撃を発動するわ。一定回数発動した後は最終斬撃を放つ。終焉の律者と真理の律者がチームにいる時、必殺技は爆発連携に変わり、発動時切り替えクールタイム無視で終焉の律者の特殊 QTE を発動可能よ。実戦では真理の律者がバフを与え、黄金紅葉の歌に切り替え必殺技を発動。その後起源の律者が QTE 出場し、極限回避とおすすめ武器の武器スキルで翼神に由緒両天をチャージし、マックスになったら過信断滅を放ち、必殺技で切り伏せましょう。そして本源訴状武器スキル本源訴状瞬で翼神のチャージをし、2回目の過信断滅を放つ。チームに終焉の律者と真理の律者がいる場合、真理の律者の爆発連携で終焉の律者が特殊 QTE を発動し、分岐攻撃を放って起源の律者を QTE 出場させ、極限回避や武器スキルで翼神のチャージをして過信断滅を放つ。その後終焉の律者を特殊 QTE で再出場させ、一気に攻めましょう。古の楽園ではまず来局の祝福を選び、その後極意と冥国の祝福を狙ってね。共通刻印は不祥の2つ目の革新刻印、支援枠は雲木単身とロストローズマリーにしましょう。戦闘中は回避後に本源訴状を放ち、極限回避や武器スキルで翼神にチャージし、過信断滅を発動して必殺技で敵を切り伏せたら、あとはそれを繰り返すといいわ。真逆の起点から、新世代の起源の律者は人類と律者の概念を完璧に近いほど統一した。やまない雷鳴、不滅の決意、少女と仲間たちは未来を切り開く投稿となり、人々に奇跡の存在を教えてくれたの。自ら最初から奇跡になることでね。